はい、こんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。仮に A さんとしておきますね。 A さんこんにちは。個人的なビデオレターを今から撮りますね。ユニバーサルピアノですね。こちらにあります。ご覧ください。はい、これがそのユニバーサルピアノですね。素敵ですね。まあ、あの映像はね、この間お見せしてますから、音をじゃあ聞いてもらいますね。今ちょっと夜中なので大きな音では聞けませんけどね、お聞きください。ちょっと音に気をつけながら弾きましたから、だいぶ間違えましたけども、これ冬ソナの中の、ね、曲ですよね。マイメモリーですよね。素敵な曲です。ちょっと練習したらね、弾けるようになりますよ。ゆっくりやられたらね、音楽に大事なのは感情の入れ方。指のテクニックがすごいってね、こんなすごいだろう、どうだっていう弾き方は僕は好きじゃないですね。一本一本の指に心を込めて、ゆっくりでもいいですから弾いてください。そうするとね、心の波動っていうかね、心っていうのはね、魂っていうのは私ね、こういう波動っていうか波だと思ってるんですね。で、その音楽も波なんですよ。こういう波なんですね。で、その心で感じたその波を空気の振動で相手に伝えると、聴いてる人も心がこう振動して涙が出たりとエネルギーに変換されるんです。難しい話ですけどね、まあ、個人的なビデオレターなのでお話してますけども、ちょっとね、音が狂ってます。そして音がちょっとキラキラした感じがありますから、メルヘンに比べたら少し硬い感じがすると思います。もうちょっと柔らかい音が希望ということであれば、ハンマーに針を刺して空気を入れると柔らかい音に変えることができます。音色は心配しないでください。タッチはね、軽快です。ですので、デジタルピアノが弾いてられて急にピアノに来ても大丈夫ですね。重たいタッチのものはちょっと、しんどいですけどもね、それは大丈夫です。何よりもデザインが素敵です。しっかりしたピアノですのでね、ご希望の場合は狙ってる方が多いと思いますから、早めにお電話ください。どうぞよろしくお願いいたします。それではさよなら。止めます。